七平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。蒙古の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。酒井仁か。龍造、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を折ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。蒙古を成敗すれば、叔父上も報いてくだされ。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。たたえるくたしかるしこるいあっせん。駒田の裏に晴らしてやる。一人も残すな。次々と囲まれるなよ。
型が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。キュランの申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。相も変わらず強引だな。こっちだ。最後に会ったのはいつだった？二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ？菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった？職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか？その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった？大平砦。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。二度と娘を抱きしめられない。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてもな。望みは何だ？一生分のタダ酒。それだけか？あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか？仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ？半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ？猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると？おそらくな。策はあるのか？まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ？あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか？策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る？殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。腕がしびれてきたな。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか？袴はつづらの中だ。
俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら蒙古からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。よし、いいほら。かけろ、かけ。雄三は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。
し、うん、合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。いかがでしたか。ここじゃないな。わっちゃ。ほら、食料を運ぶんだろう。
食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたら。いかしら見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくと火に気を取られるからな。音を立てるなよ。食い物は探そう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。まあいいさ、昔の話だ。
何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船が。聞こえたか。4人、いや5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。来た、殺せ。また負けられん。来いよ。にもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。Derek Yumpo Ragna! リュウゾウと話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。あっちベリー。
奪われた兵糧はどこへ。龍造、負けてたまるか。立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。どうぞ。畜生、俺たちの食い物が。龍造、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。火も回ってる。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。